ルだ。こんにちは、神田です。今日は新潟が今のところですね、フォワードが3人になるんですかね。鈴木選手、谷口選手、そして町田から移籍してきた太田選手を入れて3人。小見選手がフォワード登録であれば4人になるんですかね。ですけども、フォワードの部分は神田的にはもう1人、もしくは2人、補強した方がいいんじゃないのかなと思いますので、そのことについて触れていこうかなと思います。で、新潟は渡辺選手、そして田上選手の契約更新が発表されました。渡辺選手の場合はちょっとね、前になりますけども、更新されて、田上選手は昨日ですかね、更新の情報がね、出てたので、かなりね、嬉しいことです。来シーズンも新潟で活躍する姿を見れるとなると、本当にね、めちゃめちゃ嬉しいなと思います。で、渡辺選手は守備力が高いのはもちろんなんですけども、ロングスローがかなりね、強力ですし、得点力も兼ね備えている選手だと神田は思います。タイミングのいい飛び出し、積極的な攻撃参加が売りだと思います。守備の方でもボールを奪うための距離感やインターセプトを狙えるようになってきていると思いますし、フィジカルの部分でも当たり負けしないようになったと思います。来シーズン、堀米選手がまだ契約更新の情報が出てないのでどうなるかわかりませんが、確実に左サイドバックの定位置争いが堀米選手、渡辺選手になってくると思いますので、堀米選手を退けて定位置奪えるように頑張ってね、いってほしいと思いますし、左サイドバックのレギュラー争いは注目の一つだと思います。田上選手は大学途中までフォワードをやっていたので、攻撃センスを持ち合わせているセンターバック。体の当たり合いで負けないフィジカルの強さを持っていて、空中戦もそのフィジカルを活かしてなかなか競り負けない。対人守備でもそのフィジカルの強さを活かしてうまく対応することができて、体を相手選手にぶつけながらボールをしっかりね、奪い切るプレーが持ち味だと思います。フォワードをやっていたこともあって、セットプレーなどゴール前まで行くとシュートセンスもいいですし、強烈なシュートを放ったりと、ディフェンダーらしからぬ攻撃センスがあって頼りになると思います。利き足は右足なんですが、右足でも左足でもキック精度が高く、プレスキックを蹴ることもあります。J1 の舞台でも高見選手は攻守においてチームを引っ張ってくれる存在になってほしいなと思います。ここからは各チームの動きもお伝えしていこうと思います。札幌は東京ヴェルディの U21 日本代表ディフェンダーの馬場選手を移籍金1億円超で獲得という発表がありました。横浜 FC は神戸から井上紫音選手を完全移籍で獲得と発表。福岡は横浜 FC から亀川雅史選手を完全移籍で獲得。馬場選手がね、札幌に移籍ということで、ライブ配信などでは、馬場選手のね、獲得を望んでいる方もいたんですけども、そこがね、新潟に移籍ということがならなかったんですけども、結構ね、横浜 FC が活発的に動いているなというイメージがあるので、この辺もね、また詳しく動画の方でお伝えしていけたらなと思います。で、ここからは、新潟が獲得したらいいなと思う若手有望選手と外国人選手について触れていこうと思います。まずは若手選手からいこうかなと思うんですけども、東京ヴェルディの森田幸輝選手。年齢は22歳、身長167センチ、ポジションはミッドフィルダー、利き足は右足です。神田が森田選手の出ている試合を見ていて、特別足が速いわけでもなく、体格に恵まれているわけでもなく、筋骨隆々なわけでもないんですよね。ですけど、森田選手には不思議なほどピッチの中で誰よりも観客の視線を引きつける花があると思います。難しそうなことをさらっとできる選手で、相手のスライディングタックルをひらりとジャンプしてかわしたり、ターンやフェイントを織り交ぜながら、必要な守備を嘲笑うように抜き去っていきます。一見何気ないように見えるその華麗なプレーの数々は、実際相当な技術力と想像力が伴ってないとできないと思います。で、森田選手が絶対自信を持つ、止める、蹴るの基本技術が、とにかくね、レベルが高い。誰よりも意識して練習してきたからこそ、その技術が備わっていると思うんですけども、大げさに言いますが、どんなボールもピタリと止めることができる。そして、俊敏性、バランス、ボールコントロール、ドリブル能力を備えており、1対1の状況でフェイントを使い、個人で抜くことができる選手。パスセンスも非常に優れており、左サイドの低い位置から対角線上に鋭く正確なロングパスを放ち、試合展開を一気に変えれることができたり、ノールックパスから相手を逆手に取るようなパスも得意です。インサイドハーフ、トップ下という狭い範囲のエリアでもしっかりとボール保持ができる選手。一気に流れを変えるパス供給能力も備えているので、新潟のサッカースタイルにすんなりフィットしていく選手じゃないのかなと思います。神田的には高木選手の復帰までのところを森田選手、伊藤選手などでカバーしていけば、新潟は結構ね、出足、スタートダッシュしていけるんじゃないのかなと思います。ここからは外国人選手に触れていこうと思うんですけども、元鳥取、新潟、浦和でプレーをしていたレオナルド選手、ブラジルの名門サントスの下部組織でプレーしていたレオナルド選手は、歴代屈指の助っ人人外国人選手だと神田は思います。2018年1月に加入した鳥取では J3 開幕戦から5試合連続ゴールを決めるなど得点を量産。チームは3位に終わり、惜しくも J2 昇格を逃しましたが、このレオナルド選手はプロ1年目でリーグ戦24得点を決め、J3 得点王に輝きました。翌年は皆さんご存知だと思いますけども、J2 の新潟へ移籍すると、第35節の鹿児島戦では4得点を決めるなど、ここでも得点を量産。リーグ戦28得点を決めて、2年連続で得点王に輝きました。レオナルド選手はペナルティーボックスの外、中からどこからでもシュートを決められる選手。新潟にいた時は確か22歳だったと思いますが、ベテランのような落ち着いて冷静にプレーできる選手。レオナルド選手の特徴はペナルティーエリア内の付近で進化を発揮するタイプで、ゴール近くでボールをもらうとしっかりコースを狙ってシュートを決めることができます。フィジカルの強さとボールの置きどころのうまさで、なかなかボールを取られないキープ力があって、前線で取られずキープして時間を作れるので、チームの攻撃の選択肢を増やしてくれる選手だと思います。しっかり周りを見ることができて、密集した前線でもフリーの味方へ繋いで、ラストパスとなるパスも何度も出して、アシストも多かったと思います。新潟から浦和に移籍して、浦和ではリーグ後半戦失速してしまって、そこから中国、そして今は2022年2月からは韓国のウルサンヒョンデ FC へレンタル移籍すると見事に復活を遂げました。チーム最多タイの11得点を決め、クラブ史上3度目のリーグ優勝に導いています。現在25歳のレオナルド選手はどの J リーグクラブでも即戦力になることは間違いないと思いますので、新潟が再度獲得してもいいんじゃないのかなと神田は思います。そして最後は元鹿島のカイオ・ルーカス・フェルナンデス選手。2011年にブラジルから日本へやってきたカイオ選手は留学していた千葉国際高等学校を卒業して2014年1月に鹿島へ加入。日本でプロキャリアをスタートすると1年目からトニーニョ・セレーゾ監督の下で瞬く間に定位置を確保し J リーグベストヤングプレーヤーに選出されました。2015年6月にセレーゾ監督が解任されたこともあり先発出場機会が減りましたがリーグ戦ではチーム最多の10得点をマーク。また J リーグナビスコカップ現ルヴァンカップ決勝では試合を決める3点目を決めチームを3年ぶり6度目の国内カップ優勝に導いています。海洋選手のポジションは左サイドハーフが主だったと思います。ですけどもウィングフォワードでもプレー可能な選手。海洋選手はドリブルに特徴があり切れ味鋭いフェイントを駆使してドリブルをしたり周囲とのコンビネーションの作り方もうまいですしパスセンスパス能力はかなり高いです。ブラジル人選手らしいドリブルでの個人技がある一方で日本のサッカーで育ったことからテンポの速いサッカーに適応していました。オフ・ザ・ボールの動き出しワンタッチプレーなど狭いスペースでの数的優位の利用がめちゃめちゃうまかったです。シュートに関しても強烈なシュートからゴールキーパーを嘲笑うかのようなループシュートなど豊富なシュートの種類を持っていて決定力も高く強烈なアタッカーでした。サイドから勢い持って縦に突破できてドリブルでのキープ力もありますのである意味乾選手や久保建英選手のような狭いスペースでテクニックを駆使して相手をかわしていくタイプの和製ドリブラーにはない特徴を持っていたと思います。今は UAE のシャールジャー FC に所属していて、今シーズンは24試合で14ゴールを決めているので、移籍金年俸問題があると思いますが、獲得してくれたら必ず結果をね、残してくれる選手だと神田は思います。今ね、お伝えした外国人選手2人の部分は、移籍金年俸の部分がネックになってきて、なかなか実現できないと思いますけども、確実に J リーグで実績を残している選手なので、この2人が加入していけば、新潟はシート級のね、強力な外国人選手の加入で、得点力がアップしていくんじゃないのかなと、一人でも局面を打開できる選手だと思います。また明日以降は、新潟の若手有望選手、外国人選手などを触れていきたいなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。